さあ始まりました神宮館 TV。 神宮館高島礼記の著者松本翔雄先生と私亀石2号でお送りしてまいります。今日は2024年の運勢をお届けしていきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあまずはですね、2024年来年ですね、どんな年になりそうか皆さん先生の大予言を聞いてみましょう。それでは大予言をいたします。よろしくお願いします。はい、まず来年三碧木星の年、干支は辰年となります。そうですね、はい、でこの辰年というのは皆さん龍をイメージすると思うんですね。そうですね、はい、ただこの龍は自然のエネルギーが豊富にあるというふうに言われてるんですね。はいはい、それと三碧木星というのは荒々しいという意味があるんです。というものが重なりますと、ちょっと一つ気になることは天候です。天候が荒れる、荒れる、うん、ということが予測されます。台風とか台風、まあ、竜巻、はい、竜巻ですね、うん、まあ、それとゲリラ豪雨とか、はいはい、そういうものがあるんですけど、でそこでもう一つ、気になることが、はい、この辰年の辰という字に注目していただきたいんですが、はい、この上に雨をつけると、はい、震える、震えるになりますね、はい、何が震えるかというと大地が震える地震ですね、うん、そこが、ちょっと気になる点ではあります。なるほど。じゃあ地震ですとか、まあ、台風もそうですし、はい、大雨、はい、災害がちょっと起きそう、起きそうですね、うんうん、でそれと三碧木星にはスピーディー、速い、速攻性というそういうような意味合いがありますので、はい、あ、じゃあもう早く襲ってくる、はい、うん、突然のゲリラ豪雨が頻繁に起こる、はい、でその大雨によっての土砂崩れで大地が緩んでる時の地震とか、うん、そういうものが結構重なるというのが、はい、予測されますので、うん、皆さん災害対策は、ね、してますけども、さらに年には年でやっていただきたいという年ですね、うん、はい、気になることはそういう災害はありますけども、うん、ただ悪いことばっかりではなくてですね、はい、三碧木星には新しいことを始めると運気が一気に上昇するという、これはもう旧姓全ての方がね、うん、皆さん同じことなんで、はい、じゃあ皆さんも新しいことですね、ちょっとやってみるっていうことを意識して過ごすと、やっぱり運気は上昇していきます。上昇していきます。そういう年ということですね。はい、はい、ぜひ参考にしてください。はい、じゃあちょっとこちらの方位版ですねの方にある暗検察と再波、はい、こちらについてですか、あの、はい、少しご説明をお願いしてもよろしいですか。はい、わかりました。まずここの真ん中に東方位、南方位、西方位、北方位と方角が示されております。はい、で、暗検察が回っている方角は東方位になります。はいはい、皆さん東方位に出向くことがあったりすると、この暗検察という災いを被るという方位になります。なるほど、なるほど。じゃあ暗検察って何かって言いますと、文字の通り暗いところから剣が出てきて殺すと書くように、周りからの障害を被ってしまうよっていう方角ですね。はい、自宅から見てですよね、東方位に向かって来年は何か行動を起こすと誰かに邪魔をされたり、で、まあ、誰かから障害を受けたりとか、そういったことが起きやすいということですね。そうです、そうです。はい、でこちら西北方位になります。はい、ここに災波とあります。でこれは字の通り年が破れると書きまして、何かことを起こすとことを破れるという意味があります。壊れてしまうとかそういったことですかね。はい、壊れる、破断するとか、うん、ということがこの西北方位に出向くとそういうことが起こりやすい。はい、暗検察はまた違った意味でのちょっと強作用が起きるということですかね。暗検察というのはどちらかというと周りからの攻撃の方が強い、はい、災波というのは自分からも招いてしまうという、うん、自分が原因で何か悪いことが起きてしまう、ね、まあ、特に大きなことには気をつけなきゃいけないから、引っ越しとか、西北で家を建てるとかね、うん、就職するとか転職とか、うん、ということに関しては本当に十分注意していかなきゃいけないという。ただどうしてもね、仕事決まりました、でも方角悪いから仕事行きませんで生活困ってもしょうがないですよね。それはダメですね、本末転倒の話なので、はい、うん、はい、でそういう時には避ける方法はありますので、それはもう安心してください。はい、ちなみにどういう方法は、はい、方災避けっていうのがありましてね、はい、神社とかお寺で、そうです、そうです、はい、はい、自分の自宅から近くの神社で構いませんで、はい、西北方位の方災を避けるというね、お札だったりですとか祈祷を受けるということですね。そうです、東方位暗検察も同様、同様です。ご自宅から見て西北方位、東方位に何か大きなことを起こすっていうことを計画していらっしゃる方、早めにねちょっと神社仏閣行っていただいて少し
あの払っていただく、その意識が大事ですね。はい、ありがとうございます、はい、次は九星別の2024年の運勢をお話ししていただきましょうか、はいはい、いつもですねあの一泊水星の方から運勢をお話しさせていただいてますので、今日はちょっと変えましょう。はい、じゃあまず中宮、はい、三碧木星の方の運勢からお願いします。はい、三碧木星の方の2024年の運勢は小吉運です。小吉運、はい、この中宮という真ん中に三碧木星の方がいらっしゃいます、はい、でよく見ていただくと八方位に各九星が入っておりますね、はい、これを八方塞がりと言われております。ですから三碧木星の方が何かことをするにしても周りに塞がれて邪魔されているというイメージで動きが鈍る、そういう年になります、うん、動きも取りにくい、取りにくいですね、うん、どんなことが起きそうですかね。まあ例えるなら、まあ、さっきの新しいことと結びつけちゃってもいいかと思うんですけど、はい、新しいことを始めようと、うん、じゃあ、来年からゴルフやろう、ところが予定組みました、本コース行きましょうって言った時に大雨が降るとかね、うん、まあ大雨でもゴルフはやる方も当然いらっしゃいますけど、まあ、初めからそれは、ね、それはちょっと嫌ですね、はい、うん、せっかく始めようと思ったのにな、なんだこの出だしはみたいな。この八方塞がりですね、この作用を少なくする、はい、そういった方法っていうのはあるんでしょうかね、はい、やっぱりあの自分の信念ですよね、強い気持ちを持って、はい、周りに迷わされないように軸を固めておく、うん、自分の気持ちで動こうという気持ちを持っていれば、そうすることによって八方塞がりの作用は和らいできて、はい、塞がれずに済むと。じゃあ自分の軸をしっかり持って信念を持って行動をしていただくという形ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、次はですね、この三碧木星の方の1年間の運勢の流れをこのバイオリズム表を見ながらお話をしていただきたいと思います、はいはい、2020年の三碧木星の1年間ですね、はい、1年間の運勢の流れをここに示しております、はい、2月に入ってきて運気が徐々に上がってきます、うん、はい、この運気が上がってくるので、まあ、自分中心で物事を進めるようにしてもらうと運気がもっと上がっていくと。なるほどですね、はい、5月ぐらいが2024年の中では一番運気が上に上がっている状態ですね。5月ぐらいまでは、年明けからは運気は安定しているという。1年の中で7月が一番運気が下がります、はい、でここで三碧木星の方に注意が一つあるのは、はい、前の意見を聞かないと大きな失敗を招くので要注意と。自分が自分がとかいうふうに突っ走ってしまうと、もっと運気が下がってしまう。でそれからちょっとまあ上がり下がりはありますけども、対人関係を大切にするとさらにいいですよというのが今年の最後の締めというところですかね。注意する点はやっぱり7月から9月頃ですかね。そうですね、うん、ここですね、はいはい、やっぱり暑い時期ですからね、熱中症なんかにも気をつけていただきたいですかね。はい、ありがとうございます、はい、次はいつもは最後に発表されることが多い九紫火星の運勢をお願いします。九紫火星の方の2024年の運勢は小吉運です。2024年は九紫火星の方、次の年に大きくステップアップするための準備の年というふうに考えていただきたいかな、はいはい、で今までこう組み立ててきたものをしっかり固めて、はい、本当にこれで進めていいのかというような判断をしっかりして、どんどん上がっていくための準備をしていく、はい、うん、というふうに考えていただきたいと思いますね、はい、2025年以降大きな成果実績を手に入れるために、はい、2024年は大事という、そういう年ですかね。悪いというわけじゃないんですよ。なるほど、はい、すごくいい時だから準備をちゃんとしておくと自分の都合のいいように流れが回ってくるという。独立で会社を立ち上げたいなとかって思ってる人っていうのは重要な年になりますでしょうかね。なります、なります、うん、2024年中はあまり事業立ち上げだったり会社を立ち上げ独立っていうのはまだしない方がいい。まだしない方がいいです、うん、2025年以降にした方がいいということですね、はい、大事なことは、はい、自分がどうなりたいかということをイメージをしっかり持つことなんですね。そうじゃないと準備しようがないんです、ね、そういうことなんです、はいはい、まあ、目標をしっかり見定めて それに向かって足場を固めていく、はい、そういう年にするといいという。そういうことですね。ありがとうございます、はい、それは先ほどと同じように1年間の流れをこちらのバイオリズム表を見ながらお話しいただきましょうか、はい、はい、まず1月はちょっと運気スタートとしては一番まあ始めが悪いという
ということは逆にプラス思考で考えれば、早く悪いの終わっちゃいますよって。なるほど。これ以上下がることはないと。ないです、ないです。金銭絡みでのトラブルには注意。そうですね、貸し借りは絶対にしない。そこは注意した方がいいということですね。はいはい、あとは2月から運気が徐々に上がってきますという。うん、最高潮に達するのが6月ですね。はい、この6月に向けて運気が上り調子にずーっと上がってきます、はいはい、でここでいろんなチャンス、いい機会がいっぱい出てくるんですよ、うん、それに気づいてほしいなという、逃さないようにしていただきたいと思いますね、はい、でそこからもまた若干下がりますが、究極にダウンはしてません。好調は維持している状態です。で一つポイントはここの10月ですね。そうですね、はい、10月にちょっとだけ低迷の方に入ってきます。先を急がず足元を確かめて進めば無難に過ごせるよというようなところになります。でその後年末まではある程度運気は安定してる、ね、安定してきますね。梅雨時期ですか、6月ぐらいというのが一番運気は絶好調という状態ですかね。そこに向かって何か準備をしていって、そこで爆発をさせるとか、そういうようなイメージがいいですかね。そうそうそう、はいはい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ次はですね、九紫風の反対側の六白金星の方の運勢をお願いいたします。はい、六白金星の2024年の運勢は小凶運です。まあ運気の流れは小凶なんであまり良くないというふうになりますね。で、いろんなことが止まる、停滞するとか、うん、そんなような意味があるんですね。はい、だから自分ではこう動いてるつもりなんでしょうけどね、はい。なんか周りから見ると遅いなというイメージが湧いてしまうような年ですね。まあ、先ほどちょっと停滞しやすいというお話ありましたけども、具体的にどのようなことが起こりそうですか？そうですね、具体的にというと、例えば車に乗って出かけると、はい、渋滞に捕まって動けなくなるとか、回り道を選んだらそっちの方が混んでた、まだそういう、そうですね、自分からどんどん悪い方に流れがいってしまうようなイメージですかね。小凶、小さい凶ですけれども、やっぱ運気は悪い状況ですので、はい、運気を上げる方法っていうのはありますか？はい、運気を上げるの方法としては、まず一つは、まあ、遅れないために後手を取らない。例えば朝仕事行くのに遅れないように意識をして、はいはい、ちょっと早めに起きるとか、早めに家を出るとか、はい、そういうようなちょっとした積み重ねが大きなことにつながってきますので、はい、っていうことがまあ一つありますかね、はい、でもう一つは、ここはやっぱり大事なことですけども、はい、やっぱり努力を積み重ねていかなきゃいけないですよね。こういう運気が小凶に入ってしまうと、うん、まあいいやとか、うん、ちょっと投げやりっぽくなっちゃうケースがあります、うんうん、はい、コツコツ積み重ねていく、でもちょっとスピード感を持って行動していく、そういう意識がこの2024年の運気を上げてくれるという。で本来六白金星の方って、はい、スピードがない星じゃないんですよね、はい、やり手出しみたいな、はい、ところがやっぱりそういう年に入るからそれが落ちるんであって、なるほど、でそこでその六白金星の方の性格が出ちゃうと、これ全員が全員同じではないけど、はい、やっぱりプライドの高い方が多いんで、ね、普段は人に頼らなくて自分でバリバリやっちゃうんでしょうけども、はい、うん、ここはちょっと、まあ、少し甘えるということも必要かな、困った時はちょっと周囲に相談してみる、相談する、ね、ことが大事ということですね、はい、うん、こういう行動をしているとやっぱ運気っていうのは落ちないということですね。はい、ありがとうございます、はい、それでは1年間の流れをですね、はい、こちらのバイオリズム表でお願いいたします。はい、やっぱり運気が悪くなるとこの低迷に入るところが極端にドーンと落ちるという。6月ですか。そうですね、梅雨時期ですね、はい、良くない時期が続くという時期ですね。余計な一言がトラブルの元になるんで、この一番の注意になります。注意ポイントですね、はい、うん、でここが過ぎてしまえば、ね、あとは一気にドーンと上がりますんで、はい、9月ですかね、運気が最高潮になってくるという形ですね。まあ、ここはもうすごく人の縁がいろいろ生まれる月なので、はい、恋愛成就のチャンスの到来の月ですよという、まあ、恋愛だけでもなくても仕事の縁にしてもそうですから、あ、はい、うん、まあ、いろんな縁が結ばれるよという、うん、じゃあアプローチはどんどんかけていくっていう時期にした方がいいんですね。はい、でそこからですね、まあ、11月頃から放鳥期に入るんで、やりたいことは積極的にチャレンジしていきましょうという。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では次はですね、彩波が同座している白く木星の方の運勢をお願いいたします。2024年の白く木星の運勢は中吉運です。本来大吉運なんですよ。そうなんですね、はい、うん、ですが彩波のついているために中吉運に下がるという、運気が下がっているということですね、うん、白く木星の人の上に彩波がついている、はい、くっついて回っているということですね、1年、うん、じゃあ運勢に彩波の影響が出てくるという、
人間関係が壊れてしまったり、契約ですよね、縁談ですとかそういったものが破断してしまったり、うん、そういうことが起きやすい年ということですね。うん、まあ再破って少し怖いなと思いますけれども、うん、この再破の作用を回避する方法ってあるんですか？もちろんそれはあります。はい、もうこちら西北方位には神仏の恩恵を受けるというような意味があるんです。はい、ということはじゃあ自分から恩恵を受けに行っちゃえばいいでしょうという。なるほど、まあ、神仏神社仏閣とかに行くと運気が上昇しやすいという年ということですね。うん、神社仏閣に行って厄除けでいいんですか？厄除けで、厄除けをしていただくことによって再破のエネルギーっていうのは弱まってくるという形ですね。で自宅から見て吉報、吉報院、それは毎月の吉報院に行けばいい。そうです、月に1回は行った方がいいですか？できれば1年毎月行ってほしいぐらい。毎月毎月ですね。うん、じゃあ毎月ほぼ吉報はありますので、その吉報に向かって神社仏閣に行っていただいて、まあ、厄除けのお守りをいただいたりですとか祈願をしていただくという日を1日は作っていただく。そうすることによって再破の作用は弱まってくるという。でまた吉報院がないという方も中にはいると思うので、その時はもう近くの氏神様を優先していただければね、はい、ぜひねそれを試してください。ここまで話していると悪いことばっかりに聞こえますけども、そうです、ね、はい、最初に言ったように運勢中吉運なんで、はい、自分に、ね、自信を持って積極的に行動することが運気をより一層上げてくれますんで、はいはい、再破に怯えるというのは良くない。ダメです。はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、1年間の運勢の流れをですね、こちらのバイオリズム表でお話をお願いいたします。はいはい、やっぱりね運勢も中期中なんで1年通して若干上の方にグラフが来ていると思います。はい、で1月から運勢がこうぞーっと上ってきますんで、はい、追い風が吹くので積極的に行動すると良いですよ、はい、ということですので、でここで上がってからここで油断しないことです。ちょっと、まあ、運勢上がってきているから良かったななんて思っているとスーッと下がってくるので、ここの6月が要注意というところに入りますね。金運低下、しばらくは必要以外のものは購入を控えてと。それは6、7、8月ですかね。そうですね、うん、この3ヶ月間ぐらいは注意した方がいいという時期ですね。そうですね、うん、またここからぐーっと運勢が上がってきて安定期に入ってきます。はい、9月ですね、うん、ここは運気が良い方向へ伸びていくので出会いを大切にという月になりますね。うん、はい、ありがとうございます。はい、ここまでで2024年の全体的な運勢、三碧木星、九紫火星、六白金星、四緑木星の方の運勢をお話ししていただきました。ちょうど半分くらいですね。まだ発表されてない星の皆様は2024年の運勢後編でお話しいただきます。そちらもぜひご視聴をお願いいたします。ところでですね、先生、ずっと先生の左手あたりに置いてある置物ですね、これは一体何でしょうか？実はですね、2024年の運勢大開運に向けて、あ、これだというものを1点だけ見つけてまいりました。で、何かと言いますと、これは竜を描いております。2024年辰年、竜の年ですので、この竜をパワーアップするものとして選んできました。それと三碧木星の碧というのは青を表しますので、来年のラッキーカラーでもあります。はい、そのラッキーカラーと辰年の竜、この2つを合体させた置物ということなんですね。はいはい、この青い石は天然石でラピスラズリという石なんですけども、はい、有名な石ですよね。有名ですね。うん、特にこのラピスラズリというのは邪気払いとかね、魔を避けるとか、はい、そういうようなものによく活用されているもの、石ですね。はい、ツタンカーメン の、 装飾品なんかでも使われているという、はい、非常に昔からこう愛用されている天然石ですね。はい、でなかなかこれだけの大きさ形というのはなかなかないんですね。ご販売はされていらっしゃるんですか？はい、この一点物なんですけども、どなたか1名、はい、これを手にしていただければ幸いです。こちらお求めになられたい方はですね、ちょっと概要欄の方から、もしくは神宮館の方までお問い合わせいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。